結構ボロボロにやっぱ土間口だからやっぱコンクリートが割れるんだよな。割れるでしょうね。うん、なるんだよな。うん、それうん、そうだよな、やっぱコンクリートなんだもんな。うん、どっちか分からない。いや、いいよ。あの充填剤で使ってさ、うん、そうですね。うん、あのモルタルでさ打っちゃえばさ、うん、この辺の砂利巻き込みます。うん、巻き込んでいいよ。じゃ巻き込む形で、うん。そうそうそう。うん。そうすればあの充填剤になっちゃうからさ、うん、うん、強度も強いしさ、まあコンクリじゃなくて本当は石の方がいいけどね。うん、でもまあないよりあった方がいいよね。はい。うん、オッケー。そうするとこれで結構割れが防げる感じになるもんな。そうですね。うん、やっぱ一番ここのところは負荷がかかるんだろうな、これでな。うん、なんか色目もあれだね、ええ、あの合うね。合いますね。うん、おいいね、意外とな。だって 200g あのクラックのさ、ええ、あの1回目の時 200g だもんな、はい、まあパーライトはちょっと入れたにしてもさ、うん、うん、これ200終わりますね、ここで。本当だ、結構やっぱ食っちゃうんだね。かなり食いますね。うん、いい感じですね。うん、 OK ですね。うん、なんか想定した以上ぐらいにいいな。あれだね、 あとは思いのほか量を食ったってやつだね。じゃあもう何分やっぱ寝るのが大変ですね。じゃなくてあの寝るのと施工内容自体が、あそう、比べると寝る方が大変だな。あそう、増粘剤がやっぱり混ざりにくいんで。うん、足りる量はギリかもしれないです。うん、クーレフちゃんはあれだもんな、自分の工場の床、へこんだ、穴が開いたところみたいなの、流し込んで、直したとかなんか、大喜びしてたもんな、あいつな。前、自分ほれ、立ち会って見てたじゃん。ありますね。うん。自分で施工したじゃん。はい、うん。プライマーだから、プライマーとしても、最初から塗っといた方がいいで、ってさ。なるべく、油なんかが工場の床吸わないうちにやんないとダメだよってさ言っといたじゃん。だから何勘違いしたんだか、これ本施工じゃねえからな、上塗りでモルタルでしてるわけじゃねえからな、プライマーだけのことだかなって言ってるのに埋まった埋まったって言って大喜びしてたもんな、あいつな。大喜びして床がメンテできたできたっていうどころじゃの話じゃないのよっつってさ、うん、やっぱバラ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 取れてるんだろ。取れますね。うん、やっぱコンクリートだと強度出ないんだよな。だからね、大型の、プレス機だとか、はい、制汗工場なんかの、基礎工事の、あれは、結構これみたいよ。うん。だって、千葉かなんかの、あれだもん、輸入倉庫に、トンレベルでさ、こういう、この材料じゃないけど、はい、この手の材料を、アメリカから輸入したやつ、陸は荷揚げしてトンレベルで取ってあんの。いいよな、なんかあれだよな、ぴったりだよな、色といい、
そのモルタル漬け。材料はどう？ぴったりかい？ギリギリです。ああそう、足りる。ああ。ああ、ぴったりだね。大体ね。ええ、うん。うん、そのコップの練り機のあれもあのぴったり終わった？ええ、うん、今余った材料で、うん、余ったところで気になるところ埋めていくだけなんで、うん、色合わせしてるわけでもないのにあれだね、ええ、あーなんかやっぱモルタルの色とコンクリートの色が違和感ないね。固まるとより違和感なくなるんでしょう。うん、そうだね。OK、はい、これです。はいはい。結構ボロボロにやっぱ止まっ口だからやっぱコンクリートが割れるんだよな。割れるでしょうね。うん、なるんだよな。うん、それうん、そうだよな。やっぱコンクリートなんだもんな。うん、形が合わない。あ、いいよ。あの充填剤で使ってさ、うん、そうですね、うん、あのモルタルでさ打っちゃえばさ、うん、この辺の砂利巻き込みます？うん、巻き込んでいいよ。じゃあ巻き込む形で、うん、そうそうそう、うん、そうすればあの充填剤になっちゃうからさ、うんうん、強度も強いしさ、まあコンクリじゃなくて本当は石の方がいいけどね、うん、でもまあないよりあった方がいいよね。はい、うん、OK。そうするとこれで結構割れが防げる感じになるもんな。そうですね、うん、やっぱ一番ここのところは負荷がかかるんだろうな、これでな。うん、なんか色目もあれだね、ええ、あの合うね。合いますね。うん、おいいね。意外とな。だって 200g あのクラックのさ、ええ、あの1回目の時 200g だもんな、はい、まあパーライトはちょっと入れたにしてもさ、うん、うん、これ200終わりますね。ここで本当だ。結構やっぱ食っちゃうんだね。かなり食いますね。うん、いい感じですね。うん、 OK ですね。うん、なんか想定した以上ぐらいにいいな。あれだね、 あとは思いのほか量を食ったってやつだね。じゃあもう何分やっぱ寝るのが大変ですか。じゃなくてあの寝るのと施工内容自体が、あそう、比べると寝る方が大変だな。あそう、増粘剤がやっぱり混ざりにくいんで。うん、足りる量はギリかもしれないです。うん、クーレフちゃんはあれだもんな、自分の工場の床、へこんだ、穴が開いたところみたいなの、あの流し込んで直したとかなんか大喜びしてたもんな、あいつな。前自分の方へ立ち会って見てたじゃん。あります、ね、うん、自分で施工したじゃん、はい、うん、あのプライマーだから、プライマーとしても最初から塗っといた方がいいでっつってさ、なるべくあの油なんかが工場の床吸わないうちに
やんないとダメだよってさ言っといたじゃん。だから何勘違いしたんだか、これ本施工じゃねえからな、上塗りでモルタルでしてるわけじゃねえからな、あのプライマーだけのことだからなって言ってるのに、埋まった埋まったっつって大喜びしてたもんな、あいつな。大喜びして床がメンテできたできたっていうどころじゃの話じゃないのよっつってさ、うん、やっぱバラ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 取れてるんだろ。取れますね。うん、やっぱコンクリートだって強度出ないんだよな。だからね、大型の、プレス機だとか、はい、製缶工場なんかの、基礎工事のあれは結構これみたいよ、うん、だって千葉かなんかのあれだもん、輸入倉庫にトンレベルでさ、こういう、この材料じゃないけど、はい、この手の材料を、アメリカから輸入したやつ、陸は荷揚げしてトンレベルで取ってあんの。いいよな、なんかあれだよな、ぴったりだよな、色といい、そのモルタル付け。材料はどう？ぴったりかい？ギリギリです。あ、そう。足りる。うん。あ、ぴったりだね。だいたいね。ええ。うん。そのコップの練り機のあれもぴったり終わった？ええ。うん。今余った材料で。うん。余ったところで、ね、気になるところ埋めていくだけなんで。うん。色合わせしてるわけでもないのにあれだね。ええ。なんか。やっぱモルタルの色とコンクリートの色が違和感ないね。固まるとより違和感なくなるんでしょう、ね、うん、そうだね、はい、OK、 これです。はいはい、結構ボロボロにやっぱ止まっ口だから、やっぱコンクリートが割れるんだよな。割れるでしょうね。うん、なるんだよな。うん、それうん、そうだよな、やっぱコンクリートなんだもんな。うん、形が合わない。ああ、いいよ、充填剤で使ってさ、うん、そうですね、うん、モルタルでさ打っちゃえばさ、うん、この辺の砂利巻き込みます。うん、巻き込んでいいよ。じゃあ巻き込む形で、うん、そうそうそう、うん、そうすれば充填剤になっちゃうからさ、うんうん、強度も強いしさ、まあコンクリじゃなくて本当は石の方がいいけどね、うん、でもまあないよりあった方がいいよね。はい、うん、OK。そうするとこれで結構割れが防げる感じになるもんな。そうですね。うん、やっぱ一番ここのところは負荷がかかるんだろうな、これでな。うん、なんか色目もあれだね、ええ、合うね。合いますね。うん、おいいね、意外とな。だって 200g クラックのさ、
あの1回目の時 200g だもんな、はい、まあパーライトはちょっと入れたにしてもさ、うん、うん、これ200終わりますね、ここで。本当だ、結構やっぱ食っちゃうんだね。かなり食いますね。うん、いい感じですね。うん、 OK ですね。うん、なんか想定した以上ぐらいにいいな。あれだね、 あとは思いのほか量を食ったってやつだね。じゃあもう何分やっぱ寝るのが大変ですか。じゃなくて、あの寝るのと施工内容自体が、あ、そう、比べると寝る方が大変だな。あ、そう、増粘剤がやっぱり混ざりにくいんで。うん、足りる量はギリかもしれない。うん、クーレフちゃんはあれだもんな、自分の工場の床、へこんだ、穴が開いたところみたいなの、流し込んで直したとかなんか大喜びしてたもんな、あいつな。前自分ほれ立ち会って見てたじゃん。あります、ね、自分で施工したじゃん、はい、うん、あのプライマーだから、プライマーとしても最初から塗っといた方がいいでっつってさ、なるべく、油なんかが工場の床吸わないうちにやんないとダメだよってさ言っといたじゃん。だから何勘違いしたんだか、これ本施工じゃねえからな、上塗りでモルタルでしてるわけじゃねえからな、あのプライマーだけのことだかなって言ってるのに、埋まった埋まったって言って大喜びしてたもんな、あいつな。大喜びして床がメンテできたできたっていうどころじゃの話じゃないのよっつってさ、うん、やっぱバラ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 取れてるんだろう。取れますね。うん、やっぱコンクリートだって京都出ないんだよな。だからね、大型の、プレス機だとか、はい、制汗工場なんかの、基礎工事のあれは結構これみたいよ、うん、だって千葉かなんかのあれだもん、輸入倉庫にトンレベルでさ、こういう、この材料じゃないけど、はい、この手の材料を、アメリカから輸入したやつ、陸は荷上げしてトンレベルで取ってあるの。いいよな、なんかあれだよな、ぴったりだよな、色といい、そのモルタル付け。材料はどう？ぴったりかい？ギリギリです。あ、そう。足りる。あ、あ、ぴったりだね。だいたいね。ええ。うん。そのコップの練り機のあれもぴったり終わった？ええ。うん。今余った材料で。うん。余ったところで、ね、気になるところ埋めていくだけなんで。うん。色合わせしてるわけでもないのにあれだね。ええ。なんか。やっぱモルタルの色とコンクリートの色が違和感ないね。固まるとより違和感なくなるんでしょうね。うん、そうだね、はい、OK、 これです。はいはい、
結構ボロボロにやっぱ塗膜口だからやっぱコンクリートが割れるんだよな。割れるでしょうね。うん、なるんだよな。うん、それうんそうだよな、やっぱコンクリートなんだもんな。うん、形が合わない。ああいいよ、あの充填剤で使ってさ、うん、そうですね、うん、あのモルタルでさ打っちゃえばさ、うん、この辺の砂利巻き込みます。うん、巻き込んでいいよ。じゃ巻き込む形で、うん、そうそうそう、うん、そうすればあの充填剤になっちゃうからさ、うんうん、強度も強いしさ、まあコンクリじゃなくて本当は石の方がいいけどね、うん、でもまあないよりあった方がいいよね。はい、うん、OK。そうするとこれで結構割れが防げる感じになるもんな。そうですね、うん、やっぱり一番ここのところは負荷がかかるんだろうなこれでな。うん、なんか色目もあれだね、ええ、あの合うね。合いますね。うん、おいいね、意外とな。だって 200g あのクラックのさ、ええ、あの1回目の時 200g だもんな、はい、まあパーライトはちょっと入れたにしてもさ、うん、うん、これ200割りますね、ここで。ほんとだ、結構やっぱ食っちゃうんだね。かなり食いますね。うん、いい感じですね。うん、 OK ですね。うん、なんか想定した以上ぐらいにいいな。あれだね、 あとは思いのほか量を食ったってやつだね。ええ、じゃあもう何分やっぱ寝るのが大変ですね。じゃなくてあの寝るのと施工内容自体が、あそう、比べると寝る方が大変だな。あそう、増粘剤がやっぱり混ざりにくいんで。うん、足りる量はギリかもしれない。うん、クーレフちゃんはあれだもんな、自分の工場の床、へこんだ、穴が開いたところみたいなの、流し込んで、直したとかなんか、大喜びしてたもんな、あいつな。前、自分の方へ立ち会って見てたじゃん。ありますね。うん。自分で施工したじゃん。はい、うん。プライマーだから、プライマーとしても、最初から塗っといた方がいいで、ってさ。なるべく、油なんかが工場の床吸わないうちにやんないとダメだよってさ言っといたじゃん。だから何勘違いしたんだか、これ本施工じゃねえからな、上塗りでモルタルでしてるわけじゃねえからな、プライマーだけのことだかなって言ってるのに埋まった埋まったって言って大喜びしてたもんな、あいつな。大喜びして床がメンテできたできたっていうどころじゃの話じゃないのよっつってさ、うん、やっぱバラ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 取れてるんだろ。取れますね。うん、やっぱコンクリートだと強度出ないんだよな。だからね、大型の、プレス機だとか、はい、制汗工場なんかの、基礎工事の、あれは、結構これみたいよ。うん。だって、千葉かなんかの、あれだもん、輸入倉庫に、トンレベルでさ、こういう、この材料じゃないけど、はい、この手の材料を、アメリカから輸入したやつ、陸は、荷上げして、トンレベルで取ってあんの。いいよな。なんかあれだよな。ぴったりだよな。色といい。
そのモルタル漬け。材料はどう？ぴったりかい？ギリギリです。ああ、そう。足りる。ああ。ああ、ぴったりだね。だいたいね。ええ。うん。うん。そのコップの練り機のあれもあのぴったり終わった？ええ。うん。まあ、余った材料で。うん。余ったところで、ね、気になるところを埋めていくだけなんで。うん。色合わせしてるわけでもないのにあれだね。ええ。ああ、なんか。やっぱモルタルの色とコンクリートの色が違和感ないね。固まるとより違和感なくなるんでしょう、ね、うん、そうだね、はい、OK、 これです。はい、はい、結構ボロボロにやっぱ止まっ口だからやっぱコンクリートが割れるんだよな。割れるでしょうね。うん、なるんだよな。うん、それうん、そうだよな、やっぱコンクリートなんだもんな。うん、形が合わない。ああ、いいよ、あの充填剤で使ってさ、うん、そうですね、うん、あのモルタルでさ打っちゃえばさ、うん、この辺の砂利巻き込みます？うん、巻き込んでいいよ。じゃあ巻き込む形で、うん、そうそうそう、うん、そうすればあの充填剤になっちゃうからさ、うんうん、強度も強いしさ、まあコンクリじゃなくて本当は石の方がいいけどね、うん、でもまあないよりあった方がいいよね。はい、うん、OKそうするとこれで結構割れが防げる感じになるもんな。そうですね、うん、やっぱ一番ここのところは負荷がかかるんだろうな、これでな。うん、なんか色目もあれだね、ええ、あの合うね。合いますね。うん、おいいね、意外とな。だって 200g あのクラックのさ、ええ、あの1回目の時 200g だもんな、はい、まあパーライトはちょっと入れたにしてもさ、うん、うん、これ200終わりますね。ここで本当だ、結構やっぱ食っちゃうんだね。かなり食いますね。うん、いい感じですね。うん、 OK ですね。うん、なんか想定した以上ぐらいにいいな、あれだね。 あとは思いのほか量を食ったってやつだね。じゃあもう何分やっぱ寝るのが大変ですか。じゃなくてあの寝るのと施工内容自体が、あそう、比べると寝る方が大変だな。あそう、増粘剤がやっぱり混ざりにくいんで。うん、足りる量はギリかもしれない。うん、クーレフちゃんはあれだもんな、自分の工場の床、へこんだ、穴が開いたところみたいなの、流し込んで、直したとかなんか、大喜びしてたもんな、あいつな。前、自分の方へ立ち会って見てたじゃん。あります、ね、うん。自分で施工したじゃん。はい、うん。プライマーだから、プライマーとしても、最初から塗っといた方がいいで、ってさ。なるべく油なんかが工場の床吸わないうちに
やんないとダメだよってさ言っといたじゃん。だから何勘違いしたんだか、これ本施工じゃねえからな、上塗りでモルタルでしてるわけじゃねえからな、あのプライマーだけのことだからなって言ってるのに、埋まった埋まったっつって大喜びしてたもんな、あいつな。大喜びして床がメンテできたできたっていうどころじゃの話じゃないのよっつってさ、うん、やっぱバラ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 取れてるんだろ。取れますね。うん、やっぱコンクリートだと強度出ないんだよな。だからね、大型の、 あのプレス機だとか、はい、制汗工場なんかの、基礎工事のあれは結構これみたいよ。うん、だって千葉かなんかのあれだもん、輸入倉庫にトンレベルでさ、こういう、この材料じゃないけど、はい、この手の材料を、アメリカから輸入したやつ、陸は荷上げしてトンレベルで取ったんだ。いいよな。なんかあれだよな、ぴったりだよな、色といい、そのモルタル付け。材料はどう？ぴったりかい？ギリギリです。あ、そう。足りる。あ、あ、ぴったりだね。だいたいね。ええ。うん。そのコップの練り機のあれもぴったり終わった？ええ。うん。今余った材料で。うん。余ったところで、ね、気になるところ埋めていくだけなんで。うん。色合わせしてるわけでもないのにあれだね。ええ。なんか。やっぱモルタルの色とコンクリートの色が違和感ないね。固まるとより違和感なくなるんでしょうね。うん、そうだね。OK、これです。はい、はい。